バーカバーカ、完璧にバカやん俺。だってそれって出会いじゃん。鍋さんちへようこそ。さて今日もやっていきましょう。昨日は4月の購入品を、ご紹介しました。5月の購入品をね、もうまだ5月終わってないよ、まだ終わってないけどもう購入品紹介しちゃうのって思っちゃう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっちゃいましょう。っていうか4月に買った時点でね、いやちょっともう買っちゃいかんなって思っとったけど、頭の奥の方でね、おい宝部、夏は買ってないよ、夏の洋服まだ買ってないよって、確かにお前そうやわ、確かに買ってないって思いながら、でもまああんまり買わないどこうと節約をしようと思ってたんですよ。ただですよ、とある日5月の、ゴールデンウィーク最終日でございますね、とある友達から、宝部と、木更津にアウトレットがあるよと、そこに行くんだけど宝部も来ないかって言われて、ついて行ったのが最後でございます。いやーちょっと前も言ったんですけど、特に何かを買いたいって思ってるものがない時の方がね、やっぱめっちゃ買ってしまうんですよねっていうのが、全部が全部なんかフラットにね、あこれがいい、あれがいいっていう感じで見えちゃいますから、例えばこういうものが欲しい、あの白の T シャツに真ん中にピンクのなんかキャラクターがどうみたいなね、確実にこれなんですけど、まあっていうのが欲しいと思って、でもそれがないと思ったらそれに似たものが欲しいと思ってこうやって探しに行ったりしたとして、例えばね、そしたらもうそれ以外はもう目に入んないんですよ。どんなズボンがあったり、どんなあのジャケットがあったり、どんな小物があったりとかしても、全部仕方です。もうそれだけを見てますからね、何にも欲しいものがないっていう状態で見に行った時、やっぱりこう全てがフラットに見えちゃいますから、あこれもいいですね、これもいいですねって、これも買っちゃいましょうかね、値段がお得ですねっつって買っちゃったんですよ。今日も言っとくよ、確実に一番最後の品、それはおかしくないって なると思う。もうそれはもう完璧に自分から言っとらんってなると思うけど、それはまた俺が最後言うから待っとってね。じゃあ5月にね、僕が買ったもの順でいきましょう。エントリーナンバー1、2、タオルです。服じゃないんって思ったやろ。いやまさかのタオルですね。こちらラルフローレンのタオルでございます。ワンポイントがついてますね、ほらこちらにラルフローレンのワンポイントです。いやーちょっとラルフローレンを今回ね買うのが多いんですよ。この間昨日紹介したね、4月の購入品もそうなんですけど、もう少しで夏じゃないですか、海の時期でしょ。海の時期とかにね、こうやってね、いいね、これはもう海の時にこうしたい、あー日焼けで肩が痛いってなった時にこうしたいと思って買っちゃいましたね。もう一つなんですけど、もう一つはタオルケットでございます。もう寝る用ですね、夏寝る用お布団は熱い、タオルケット1枚で羽織って寝たいってなった時にこれをかけて寝たいっつって、もうすでにこれをかけて寝ております。今これはですね、こっちのラルフローレンはこういう感じですね。いやこれとは別でなんかすげえカラフルなやつがあったんよ。それがね正直めっちゃ可愛くて、正直そっちにしようかなと思ったっちゃけど、やっぱり部屋の雰囲気に合わんなと思って、まあどちらかというとこっちの方が部屋の雰囲気に合うなと思ってこれを購入しました。まあこれはね結構いい買い物じゃないですか。なんかなかなかそのタオルっていうことを買うことはないですからね、アウトレットに行ったからこそね、安いからこそ買うみたいな。ちなみにこのタオルケットは元値が1万円が7、アウトレット価格で7000円になってて、さらに 30% オフ、安いだったらまあ買ってみようかなっていう感じですかね。じゃあエントリーナンバー3、じゃあですね、これはもうなんていう生地、カーディガンっぽい生地ですね。ちょうど中でちょうどいいんですよ、こういう生地ですね。わかりますか、こういう生地っつって見えますかね、薄いです、すごい薄手でございます。下手したらこう透けてしまうんじゃないかなっていうぐらい、あタンクトップのあのあれがちょっとボコって出ちゃいますけども、ラルフローレンですね。ラルフ多いなマジで、ちょっと自分でも思う、なんか自分その無意識の中で着とんのかな、ラルフが。そうこれはね、サイズ XL ですね。
L と XL 迷ったんですよ。だから正直サイズ感的に L で十分やったったい。ここにね、キュッて、ここキュッてしとったい、これが。ここがキュッてしとったけど、ゴムがついとって。こう上げて、こう下げた時に、もう L の場合もね、この辺で止まってしまうのって、しっかり。えけん、XL にしましたね。でもこれ熱いじゃないですか。暑いじゃない？だから半袖を買おうと思いましたね。でもこの半袖でね、ちょっと物議を醸すかもしれないんですけど、一気に行きましょう。エントリーナンバー4、5、6、ゴー、ゴー。ちょっとね、最初にパパパって見せたと思うんですけど、そうなんです、色違い買っちゃったんですよ、三つも。バカ、はい、バカ出ました、はい、バカ出ましたよ。バカがいます、ここに。バカ、クソバカがいますね。ちなみに店員さんが言ってたんですけど、今年のトレンドはオレンジと紫らしいですよ。でこれブランドを忘れたっちゃけど、でもなんか無地ってやっぱり使いやすいやん、使い勝手がいいけん。でも普通の無地なんですけど、普通の無地なんですけど、全てに言えるんですけど、ここをここチュルチュルって、ここが切りっぱなしみたいになってますね。ここチュルチュルって、あと肩です。この辺の境目で袖がドンじゃなくて、心ぐらい、ここかな、ここぐらいまでで、袖がドンなんですよ。で、ちょっと広めっすね、ここが。ちょっと広めに作られてますね。買った時の表記は、これは M サイズ。で、黒だけ L サイズかな？うん。でも、なんか表記はちょっと違うよね。黒は 2XL って書いとって、で、オレンジと白は、XL って書いとっちゃう。まあ、けん、その、XL とかのやつをこうやって加工しとったろうね。このサイズ感、この下の方を切ったりとかしてから、ね、大きさを変えとるとかやな。ってことになると、作れるじゃない？さて、ラストでございます。ラストは完璧にバカ。今はね、アウトレットに行ったわけやんか。で、アウトレットに行ってから、いろんなお店に入ってから、あ、これ欲しいかもしれんと思って買ってしまったって最初に言ったやろ。あれが欲しい、これが欲しいって全くない状態で行ってしまう時に限って、なんか全てがフラットに見えてから、あ、これもいいな、あれもいいなって思って買ってしまうよって話をしたやん。いや、それならまだわかるよ。それならまだわかる。まだ自分の中でも納得できる。うん、上場酌量の余地はある。しかしリーボックがだったで、リーボックに入りましたと。でリーボックに入ってからこうやって見よったら靴があったと。白の真っ白の靴でね、まあ俺一足は持っときたいなって思ってた白の真っ黒の靴が、あ、白の真っ黒っておかしいだろ、何やそれ、白で真っ黒って、は、頭いかれとんじゃね、何それ、浮気者ってこと、真っ白に見えたけど実は腹が真っ黒やったみたいな浮気者の話ってこと、アウトですよっていうことかな、何を言うん、違うよ。リーボックのお店に行ったら真っ白の靴があったと。でその真っ白の靴がね、まあ一足は持っときたいなっていうデザインっていうか、うん、やつだったけんさ、まあもうザなやつね。けどでも俺頭の奥隅にね、あ、この靴が欲しいなっていうのがあったと。でそれがナイキのねエアマックスタイがずーっと欲しいなって思っとって。ってことはこの宝部領事とエアマックスもう買うつもりやないみたいな。そうなんです、気持ちがもうエアマックスを買いたいの気持ちに寄ってるんです。でナイキに行きます。もちろんエアマックスありません。ネットとかで見る限り完売してるんですよ。そして宝部領事は友達の車に戻り、一番最初にやることは、そう、ネットサーフィン。そして見つけちゃうんですよね。そうなんです、それがエントリーナンバー7、ナイキエアマックス98年モデルですかね。完璧にやってます。でもそれはもう神様がその時に買えって言ってるのと一緒ですよ。だってそこまでエアマックス、こいつのことを忘れていて、アウトレットに行ったことにより思い出し、ネットサーフィンすると、こいつを見つけ、購入。だって、それって、出会いじゃん。それが出会いって言うんだよ。かわいいでしょ。今、段ボールを下に引いてね、履いております。こちらでございます。ほっ。いいですね。いや、最高でございます。なんならこれね、家に届いた瞬間ね、こちらね、俺もうバカやから、もうずっと履いとったけね、部屋で。もう新品やから別に履いていいやん。その、外出てないけんね。部屋の中でこれ履いとってもいいやん。すげえなんか、一日だけアメリカンな生活をした。でもすげえよかった。すげえ楽しかった。靴を新しく買うと、そういう楽しみ方ができるんだと。自分の家で、自分の部屋で、もう好きなように靴を履けちゃうよって。バーカ、バーカ、バーカ、バーカ。いや、絶対おかしいやん。
これもう関係ないや、今今月はちょっと買わんどこうって言ったのに完璧にバカやん俺、やらかしとる、言っとるわ。さあというわけでございまして、5月の中旬までなんですけれども、5月の購入品の紹介でございました。皆様いかがだったでしょうか。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは皆様のお帰りをまたお待ちしております。グッバイ、さよなら、ザイチェン、アディオス、バイバーイ。